皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回は100円ショップキャンドゥのコスメだけを使ってフルメイクをしてみました。それではどうぞ。それではメイクを始めていきます。まず最初にリキッドファンデーションを使います。このリキッドファンデーションはとっても保湿力があって、そしてかなり薄付きなので下地代わりに今回は使っていきました。使い心地としては CC クリームの質感に近いと思いました。あんまりカバー力はないんですけど、しっとりした仕上がりになるので乾燥をしませんでした。で、これをムラなく伸ばすために資生堂のファンデーションブラシを使いました。お次はこちらのクリーミーコンシーラーを使います。こちらは目の下やおでこ、鼻のところにのせていきました。伸びがあんまり良くないので、手の温度でこう温めながら伸ばしていくと綺麗に伸びました。カバーというよりこう顔全体のカラーがワントーン明るくなるので仕込みのハイライトとして使いました。こんな感じの仕上がりです。お次はこちらの毛穴カバーパウダーをファンデーションとして使っていきたいと思います。こちらをしっかりとパフにのせて叩いていきます。たくさんつけても厚塗り感が出なくて、しかもサラッとした仕上がりになるので、ファンデーション兼フィニッシュパウダーとして使えてとっても便利だと思いました。100円には全く思えない仕上がりで、これは普段でも使えるアイテムだなと思いました。アイブロウを描いていきます。こちらのアニマルアイブロウペンは最初がちょっと描きづらかったので、一度紙にこう描いて先を丸くしてから柔らかくしてから描くとかなり描きやすかったです。私の場合はまず眉山の位置を決めてから、眉頭と一直線に線を引いて、それから眉尻や足りないところをざっくりと描いていきます。その後アイブロウパウダーの薄い方をブラシに取り、ペンシルで描いた部分をぼかしながら描いていきます。こちらのパウダーはもともと付属のチップがなかったので、普段使ってるチップを使って描きました。で、その後に濃い方のアイブロウパウダーを取って形を仕上げていきます。普段使っているアイブロウパウダーと何も変わらない仕上がりでした。そしてアイブロウマスカラを塗っていきます。アイブロウマスカラが100均で買えるとは知らなかったので、見つけた時に正直驚きました。そして眉尻の方から、毛に逆らって眉マスカラを塗っていきます。仕上げとして毛の流れに沿って描いていきます。お次はアイメイクです。こちらのシャドウをアイベースとして塗っていきます。こちらはかなり少量でもキラキラとしっかり発色してくれるので、一度手になじませてから軽くまぶたにのせるだけで十分でした。次に4色セットのアイシャドウの明るいブラウンを二重ラインの少し上くらいまでブラシにとってのせていきます。次に一番濃い色のブラウンを付属のチップにとって目尻側中心にのせていきます。この付属のチップがまあかなり使いづらいのでおすすめしません。ベタっとついてしまうので、このようにガタガタになっちゃったので、何もついていない側のチップを使ってぼかしていきます。手でもなじませてぼかしていきます。次にオレンジっぽいカラーをチップにとって目の下側に入れていきます。これを入れることで奥行きのある瞳になります。そして目頭側の3分の1ぐらいに明るいホワイトを少しだけのせて涙袋をつけていきます。次にブラウンの繰り出しタイプのペンシルアイライナーを使っていきます。こちらは繰り出し式なのでかなり長く使えて便利だなと思いました。少しオレンジ味のかかったブラウンだったので、髪をブラウンにしてる方にはおすすめのカラーです。次にチークを入れていきます。こちらはフラワー型のチークとなっています。こちらはこのままパフに押し付けてほっぺにのせるだけで勝手にグラデーションができちゃいます。次にリップです。こちらのリップは、2番のお色を買ったんですが、とっても綺麗なコーラルピンクで春らしいカラーで、思ってたよりもすごく良かったです。そしてもう一つリップパレット4色入りのものを使って、ピカピカとした光沢感のあるような、グロスのような仕上がりになるかなと思って使ってみたところ、意外としっかり発色してくれて、下に口紅を塗らなくても大丈夫かなと思いました。はい、ということでメイクが完成しました。
結構ね、キャンドゥの割に、100円の割にしっかりフルメイクできちゃうんだなっていうことにびっくりしました。多分ね、これ全部買って2000円いってないぐらいだと思います。でね、特に良かったのはお花柄のこのチークとね、あとこのね、リップが意外と良かった。なんかね、これはまず見た目が可愛くて、あとこっちはね、こうピカピカするだけのちょっとお子様用みたいな感じの簡単なグロスかと思いきや、結構色がしっかりついてくれるのですごく良かったです。で、あとね、チップとかがついてない商品が意外と多いので、まあその辺はブラシとかも意外とね、100円でもいいブラシがあったりしたので、そういうので使っていくと良いと思いました。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、奈良岡ニコでした。バイバーイ。